アワヤノリコは、青森県青森市出身の日本の女性歌手。日本のシャンソン界の先駆者。愛称は、ブルースの女王。おじは、政治家のアワヤ雄造。1907年、青森市の合唱、王子淡ワヤの長女として生まれる。1910年の青森市大化によって成果が、没落。10代の頃に実家が破産し、1923年、 青森県立青森高等女学校を中退し、母と妹と共に上京、東洋音楽学校ピアノ科に入学する。後に、小木野彩子に、声楽の資質を見出されて、声楽科に編入。オペラ歌手を目指すためクラシックの基礎を学んだ。しかし、家がだんだんと貧しくなったため、学校を1年間休学して、絵画のラフのモデルを務めるなどして生活費を稼いだ。当時は、 霧島信子を名乗っており、この時期、アワヤのラフ像を描いた画家に、前田漢字がいる。その後、副学士、リリー・レーマンの弟子である、柴田稲子の指導を受け主席で卒業。春に開催された、オール日本新人演奏会では母校を代表して、マダンのいての、アガーテのアリアを歌い10年に一人のソップラノと、絶賛される。世界教皇が始まる1929年の春に、卒業。 母校の研究家に席を置く。母校主催の演奏会で、クラシックの歌手として活動する。クラシックでは、生計が立たず、家を支えるために流行歌を歌う。1930年1月、新婦でポリドールからデビュー版、九字浜温度が発売。キングレコードでも吹き込みを始める。当時、佐藤千夜子の活躍以来、奥田良造、川崎豊、内田英一。 四夜ふみこら声楽家の流行歌への進出が目立っていた。1930年6月、浅草の電気館のステージに立つ、映画館の専属となりアトラクションなどで歌う。当時、東洋音楽学校からは、青木春子、羽衣歌子らが流行歌手として活躍していたが、東京音楽学校出身の声楽家が歌う、流行歌よりも低い価値で見られていた。あわやは、 流行歌手になり、低俗な歌を歌ったことが堕落とみなされ母校の卒業名簿から抹消された。1963年に起きた内紛に際しては、卒業生たちが東京生専門音楽学校に集まり、理事たちの異常な行為を求断した。1931年コロンビアへ移籍。コガメロディーの私この頃憂う,うつよがヒット。あわやは、コロンビアでは映画主題歌を中心に、 外国のポピュラーソングを吹き込む。1935年のドンヤマリキータはシャンソンとしてヒットし、日本のシャンソン歌手の第一号となる。日中戦争が勃発した1937年に、別れのブルースが大ヒットスターダムへ登り詰める。ブルースの情感を出すために吹き込み前のバンシュタバコを煽り、ソプラノの音域をアルトに下げて歌う。 その後も数々の曲を世に送り出し名を轟かせる。その当時に、あわやのピアニストを務めていた、和田はじめと1938年に結婚するが、翌年離婚。その後は、生涯独身であった。戦時下で多くの慰問活動を行い、モンペなんか履いて歌っても誰も喜ばない。化粧やドレスは贅沢ではなく、歌手にとっての戦闘服という信念のもと。 その後の第二次世界大戦中には、禁止されていたパーマをかけ、ドレスに身を包み、七に赴むく兵士たちの心を慰めながら歌い、送っていた。英米人の捕虜がいる場面では、日本兵に背を向け、彼らに向かい合えて英語で歌唱する、恋愛物を多く取り上げるといった行為の結果、書かされた始末書は数センチもの厚さに達したとのことである。年戦後は、定 ビクター、東芝 EMI で活躍。やがて、ファルセット商法になる。声楽の基礎がしっかりしているので、胸性一本ではなく、ハイトーンを失わないところに歌唱技術の深さがあった。1953年に、第4回 NHK 紅白歌合戦に、出場、紅白初出場を果たす。NHK の公式資料によれば、同紅白で、初出場ながらいきなり、 赤組鳥を務めたとなっている。また、紅白で第1回を除いて初出場で鳥を務めたのはあわやのみである。この頃からテレビのオーディション番組の審査員やバラエティ番組などに出演する。歌手オーディションでマイクの前で歌う経験がなく、セーブせずにホールで歌うように歌唱して不合格になったほどの圧倒的な声量と音楽的な基礎を学んできた自らの経験から、 辛口の発言が多く、1965年の NHK 紅白歌合戦では、今の若手は、歌手ではなく歌屋に過ぎない、歌手ではなく歌手の発言で、賛否両論を巻き起こし話題となる。しかし、複数の歌手や作品に対しては高く、もしくは一定の評価をしており、晩年は、逸話真由美の恋人用をレパートリーに取り入れていた。 同楽曲で1982年4月1日放送の TBS ザ・ベスト10のスポットライトのコーナーに出演したことがある。一方で大物とされるような歌手であっても嫌いな歌手に関してテレビ番組等で堂々と公言していた。そして1970年代前半には全日本歌謡選手権の審査員も務めたがこの番組から世に出た五木博士について 同番組審査員の山口洋子は、いつきに高得点をつけたが、あわやは落とす方に回ったと後に10回している。1979年、津軽三年味噌の広告に出演、あわやが口にしたコピー、大したたまげた、は、当時の流行語になった。1980年代から1990年代にかけて、フジテレビ、モノマネ王座決定戦の名物審査員として、若者からも、 人気となる。審査員としては、辛辣な評価が有名で、コロッケのネタによく破眼一生していた一方で、清水明が披露する下凡かつ悪ふざけに近い、モノマネに対しては、非常に厳しく採点していた。あわやの死後、コロッケは一時期、あわやのモノマネの封印も検討したが、あわやの実前である、あわやとしから、若い世代の人にも、 あわやの名前を知ってもらいたいと言われ、死後20年近くなる現在でも、あわやのモノマネを披露している。また、小坂井和樹司会のフジテレビ、ライオンのいただきますにもたびたび出演。自分の母親に似ているという原久子と仲良くなったという。スタジオでもあわやが、原の手を引いて歩くほどだったが、実は、あわやの方が年上だったというエピソードがある。晩年まで、 テレビやコンサートで精力的に活動を続けてきたが、長年の音楽仲間で専用とも言える藤山一郎、服部良一が死去した1993年に脳梗塞で倒れる。軽度ではあったが、言語症や手足に麻痺が残るなど体調は悪化し、この頃から急速に仕事への意欲を失い始めた。この時期、自身のライブを録音したテープを聞き、これでは人様に聞かせられないと絶句し、 一戦を知りく決心をしたとも言われ露出はなくなった。1990年代にはゲルマニウム病ローラーの広告に他界するまで契約を結んでいた。一時期はアーヤが愛用している胸のテレビ広告が盛んに流れていたため清水明やコロッケがアーヤのモノマネをするときには小道具として使用していた。晩年テレビ等への露出が減った際にも広告に 復帰はもう少し待ってくださいね、などとメッセージを寄せ、あわやが他界すると、美容ローラーのメーカーは、ありがとうあわやのりこさんと追悼広告を新聞に出した。晩年は寝たきりとなり療養生活を送っていた1996年、後輩たちによって、あわやのベージュ記念コンサートが行われ、久々に姿を現した。このコンサートの際に、森慎一に、別れのブルースを、三河健一に、 雨のブルースを、それぞれ固見わけではないですが差し上げます。歌っていってくださいと発言し、話題を呼んだ。しかし、これは、周囲が勝手に、お膳立てをしたもので、あわや本人や妹の敏子は、このことを知らされておらず、報道後も認めていなかった。そして、このコンサートのフィナーレで全員合唱の中、口ずさんが、聞かせてよ、愛の言葉をが、人前で歌った、あわや最後の歌唱となった。 軍歌と演歌を嫌い。このようなコメントを残している。軍歌はもちろんだけど、演歌も大嫌い。情けなくなるの。狭い穴の中に入っていくようで望みがなくなるのよ。私は、ミソラばりは大嫌い。人のモノマネして出てきたのよ。戦後のデビューの頃、私のステージの前に出演させてくれっていうの。私は、アルゼンチン単語を歌っているのに、笠木静子のモノマネなんてこまちゃくれたのを歌われて、 私のステージはめちゃくちゃよ。汚くってかわいそうだから、一緒に楽屋風呂に入れて洗ってやったの。スターになったら、そんな思い出ないやっていうの。西村盾を余白を語る、あわやのりこさん朝日新聞1990年3月2日1998年10月、故郷の青森市名誉市民の衰退式に、車椅子姿で姿を現したのが、生前公の場に立った最後になった。 翌1999年9月22日、老衰により死去。その死は、一般紙でも一面で報じられ、テレビでも、複数の追悼番組が放送されたほか、多くの雑誌で、追悼記事が掲載された。ステージ衣装が一着のみではあるが、群馬県渋川市の日本シャンソン館に展示されている。ありがとうございます。